ましたね、これね、神戸ですかね、本人も来ました。で、あのジュルメールが1665年、33歳の頃に描いた絵です。で、世界中でも大変人気が高く、オランダで描かれましたので北方のモナリザと呼ばれております。で、あの青いターバンをつけたこの少女、ターバン、それから真珠なんかは東方の象徴ですね、東洋のものですね。でフェルメールがオランダでなぜこのような東洋の物産を描いたかといいますと、このフェルメールの生まれたデルフトというのは東方貿易との拠点だったんです。東オランダインド会社というのがありまして、その拠点だったのでデルフトはその貿易の拠点だったんです。それで東方のものがたくさん入ってきましたので、この真珠、それからあのターバンなんかをつけております。でターバンの青はやはりラピスラズリが使われております。高価なラピスラズリ。それでね、この少女が美しいのはこんな風にね、光がね効果的に使われております。で、何でもないようなところに光の粒々があるんです。これね、フェルメールの時期にカメラの前身ができました。でフェルメールもそれを遠近法を見るためにアンバコのようなものを覗いたんだそうです。で実際それを見ますと反射光が光の粒になって見えます。でそれをフェルメールは描き込んだんだと言っています。光の扱いがうまいです。真珠も輪郭線がありません。光の反射で表現しているんですね。で、あの、せっかくですからね、その大きな風景画を見ていただけますか。風景画、一番大きな風景画、フェルメールの作品で30数点しか残ってないんです。未だに謎の多い画家です。でそのうち の, あの風景画は2点で、こちら の, あのデルフトの眺望というこ の, あの絵は世界中で最も美しい風景画の一つと言われています。生まれ故郷のデルフトです。やはり先ほど言いましたようにオランダは土地が低いです。ですからね、オランダの絵はね、大体空が広いです。5分の4ぐらいは大体空の絵になってますね。で、あのこのデルフトに行きますとね、本当にね、デルフトの眺望を見る地点という看板が立ってるんです。でそこから見ますとほぼ同じ景色を見ることができますので、ぜひ訪れてください。今はね、あのこのデルフトっていうのはデルフト焼き、あの白と赤の、あ、白と青のね、あの焼き物とこのフェルメールとで有名です。それではモネの絵に行きます。